家族と一緒に暮らすことを考えてるんですよね。帰ってきたぞよ。小太郎は一人暮らし。記者会見を始めたいと思います。普段よりも本音を出しやすいかと思ったのだが、現実と向き合う頃だ。お母さんの愛情は伝わってますよ。親に言えんこともある。親を捨てたんです。親殿が笑ってくれるの何より嬉しいぞ。自分でも分かってるんですけど、何やってんだろう俺。わらわは応援いたしたい。5月20日土曜夜11時。